いらない習慣ではですね、まず習慣になりました。打足という差をちょっと出してあげてますけど、いいでしょうか。やってまいりました。ボーコーチョップさんの登場です。ボーカルはコレステロール竹内さん、ギターは中野三成さんです。このバンドのライブの模様を実況いたしますのは、私応援団長野沢サンセスゴン和明です。さあ、いよいよボーコーチョップがステージの方に向かってまいります。ルース69であります。今日その最後まで来たもうちょっと PA さんボリューム上げてもらえる？さあ、鳥取県民の皆さん、ルイドは止めて対処します。エロポリス、エロポリス、エロポリス、マグナム級だわ。この中にバズーカ級はいるかしら。ちょっとそうなのよ、あなた、あら、持ってないと思った。ちょっと団長もちょっとおさわりさせてもらって知ら、ちょっとね、プロレス技をやろうと思ってるの。ちょっと男子一人この彼でいいじゃない、もうあんたでしょ。じゃあちょっとひざまずいてちょうだい。私の好きなプロレスラーの一人、小日向史郎さんっていうのがあるのよね。で、彼はこうやってね、ヒップアタックってやるわけよ。ヒップアタックね。でも私はそれを改良して、これでも、これじゃまだまだ終わらないわ。ちょっと四つん這いになりなさい、四つん這いに。で、越中史郎さんの技で、こうね、ドーンドーンドーンってやる太鼓の乱れ打ちっていう技があるのよね。これをね、ちょっとみんなも叩いてみて、これ太鼓の乱れ打ち。ちょっと、こういうのが太鼓の乱れ打ちっていうのよ。結構痛いでしょ？大丈夫？ちょっと何人か、もうちょっと、もっとあんたも四つん這いになって、もっと四つん這いになって。じゃあ私はこう考えたらね、こうよ。もうちょっと、えっしゃ、これこそ、これ名付けて、マンコの、マンコの乱れ打ちの刑で、期待します。エロポリス、一緒に。エロポリス
おっぱいを揉んで、もしも妊娠してないのに何か白い液体とか出てきたら病院に行ってちょうだい。ああ、女性たちもみんなやってるかしら。ちょっと大阪でみんなやっちゃうのよ。次は後ろを向いて、こっからじんわりじんわり触りながらお尻をひねる。じんわりじんわりじんわりしながらお尻をひねる。あれ、みんなも やってる？はい、じんわりじんわりお尻をひねる。あ、トゥユストレッチ、本当にこっからお尻が出そう。もしもし、あ、腰なんかしようか。あなたの、ヒップアタック、マンバアタックで最高の乱れじゃマン、マンコの乱れ打ちで頑張ってるのよ。え、その技は私にやるって言うんですか。ちょっと危険だけれど、そんなこと言うんだったらジャーマンコススレックス受けてしちゃいますな。エナポリス、エナポリス、みんなも声を上げて。エナポリス、エナポリス、どうぞ期待します。エナポリス、何かエナポリス、どうぞ。エナポリス、エナポリス、期待します。エナポリス、お邪魔たち、エナポリス、期待します。エナポリス、何サングラスかけてるのよ。Thank you.
周年記念おめでとう鳥取に来れて嬉しいです。イエーイ。そしてラブリー皆様This is how we love.